に鬱状態で疲れている。アデム疲れている。送信機がこう、あ、お話ができるぞ。あ、そっか、鬱状態か。反乱軍の顔に浮かぶ薄ら笑い。この拳で消し去ってやりたい。ちょっとタフガイすぎませんか、エスマ。母さん大丈夫？なんとかやってるわ。心配しないで。本当に大変なのは分かってるけど、持ちこたえないと。母さんが必要なんだ。アデム、大丈夫よ。ラジオを修理する必要がある。うん、ヒント欲しいですね。どこにね、パーツがあるか、いい考えかわからない。アデムはあまり乗り気じゃないですね。街を出る努力をすべきだ。ボートでそれができるかもしれないと聞いた。リスクはあるけど。お願いだからやめて。父さんを愛してるの。謝らなければならないの。ラジオだけが唯一の方法なのよ。そうか。エズマは多分ラジオを直して放送で謝りたいんですね。アデムは一旦薬飲みましょう。これはどこにあるんだ。送信機の部品、送信機の部品。パン屋だ。パン屋にあるはずだ。そうと分かったら、パン屋のノバクは反乱軍の情報を正規軍に言ってたんですよ。でその時に確か無線機がガレージにあったんですよね。そこがまるっと収録されてなかったんですけども、僕のミスで。さあパン屋に行きましょう。多分ここで正解だと思います。あれ、ここじゃない。間違えちゃった。彼らはもういない。ひどやり様、ここで何が起こったとしてもそれは突然のことだったし、喜ばしいことでもなかった。やめとこ。うつ状態、うつ状態をこれ以上うつにしても。送信機は？送信機ないかな？とりあえず開けとこう。あれ？送信機ないか？あったと思ったんだけどな、あのガレージに。
やらかした。もしかしてやらかした。15日目。彼がまだニュースを待っている姿を想像できる。よし、ご飯食べます。まずは二人でご飯、仲良くご飯。よし、寝よう。まずはで、体調不良は薬飲んで、ん？あ、話できた。空気読んでください。フランコ。いや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 。頼むよ、許すなんて使わないで。うん、分かってます。これ急いでみたい。すぐにでも。あれ、話がやばい、話が止まない。で、何をしようと。それで。とりあえずそうですね、必要なもの、薬だな。タバコ、タバコ、タバコ。あ、おっとっとっと、これもいらないね、もはや。ちょっと待ってて。いいものならたくさんあるから、これもやるよ。あとこれもあげよう。いやいやいや、ふざけてないよ。これもじゃあ出すよ。 OK、 これで交換できるってなわけで、もうちょいもらえそう。もう一声。もういいや、持ってけ泥棒。話ができる。醸造所での大虐殺について君たちの放送を聞いた。なんてことをしたんだ。反乱軍は君たちに対してとても怒っている。もう遅いよ、知ってるよ。あと一日早く来てくれたらな。彼らは軍を非難しているが、人々はもう誰を信じればいいのかわからない。そういうことか。マリック守ろうとして嘘ついたせいで、人々の心が信用できなくなっちゃったんだ。いくつか無線パーツを手に入れてもらえない？送信機を修理するために必要で。ここか。やってみるが容易ではないだろう。その代わりに頼み事をしたいんだが。なんだ、何でもやるよ。あのひどい男たちに自分の家から追い出されたんだ。君には家族写真を撮ってきてもらいたい。本当に気をつけて、彼らは危険だ。君の地図に資料を使用つけるよ。取引成立？分かった、写真を取り返してみる。 OK、 よかった。ってことは、あれ、なんかつぶやいてたけど、思ったようにいかなかったな。ではもうです。ちょっと待って、その前にどれがどのぐらい必要か。6の5の3の3の1。余裕だね。あ、ガラクタが足りない。なるほど。今日が正念場ですね。これをなんとか乗り切って、
さ、体調不良だけども疲れているよ、気合してもらいましょう。二人ともお腹は膨れた。よし、あとは夜まで英気を養いましょう。もう行きますか。一日終えます。これかな。フランコンは悪党たちが彼の古いアパートを占領し、取り戻したいフォトアルバムがそこにあることを教えてくれた。もし彼を手伝えばラジオの修理に必要な送信機のパーツをくれるだろう。行きます。探索警戒。さあ、軍隊に行った力見せる時が来たね。20発防弾チョッキがないけども、一応ナイフ、あ、ナイフは置いてきたな。どうするかな。斧持っていくか。冒険開始。さあ、初のアデム探索です。どこに誰がいるか。さあ、もうすでにいるな。この男はこれで終わりだな。そうだな、階層のやつだ。俺たちに会ったのが運の尽きだ。ははは。そうだ、誰にも俺たちの邪魔はさせない。よっよっよっ、いてって、あ、いてすっげえ撃たれちゃった。逃げようとしちゃったよ、間違って。もういないか。どん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 してたら出てくるかな。どうすればたどり着くかわからない。お、上がれる？登れない。登れるか。ここは？いけない。ふぅ、怪我しちゃった。痛え。とりあえず。いててて、軽傷。これは？フォトアルバム。きたー。これだよ、これ。これいらない、いらない。酒、肉、ガラクタが必要だよね、さっき。これだね。まあ、もう帰ってもいいような気もするんですが、酒いらないや。ガラクタもらおう。電子部品、弾。ダイヤももういらない。こんなもんでいいかな。多分これで目的達成ですね。あ、待った待った。押し車の中は空ではなかった。あ、これは見たことあります。さあ、こいつら何持っててなかったのかな。まあ、まあいっか、もういいや。そろそろ終わりが近いと思います。ちょっと傷が痛いけど、体調不良で軽傷。16日目。ただいま、ボロボロだ。すまん、アデム。だいぶ無理させてしまった。物資を盗まれた。結構盗まれたな。はい、そんなわけで夜になりました。まあ、もはやあとはフランコ待ちなので、そうですね、まあ倉庫で
安全な倉庫でね、アイテムを回収してこようかなと思います。はい、もうここに集めちゃったので、お引っ越しをね、大量のガラクタ、まずガラクタ、こんぐらい必要かな。そして、あ、ナイフがあった。木材もいっぱい持ってこう。こんぐらいかな。水、ガラクタと木でいいかな。これで足りるよね、おそらく。多分。うん。どうしよう、することないよね、ぶっちゃけ。まあでも、最後までなんかクラフトしていきましょうか。足りるよね。まあいいや。OK、このまま帰ります。何しに来たんだって感じもなくはないですが。エズマ帰還。さあ、フランコお願いだから帰ってきてほしい。帰ってきて、来てほしい。17日目、冬将軍まだ帰らずです。誰からも襲われていません。うつ状態、疲れている。ご飯食べます。8度、火をくべます。実はね、多分治らないですね。エズマ寝ます。で、アデムはこれアップグレード必要かな。ちょっと待ってね、もう一回見ますね。何回も何回もすいません。6533165336533ね。で、 OK、 アップグレード。相当持って帰ってきたからね、木材とガラクタは。あとはひたすらフランコが来るのを待つだけなんですよ。お願いだ、来てくれ。はい、これで温度計が作れます。大丈夫だよね、電子部品3残ればいいからね。制作